ヘアニエス・チャベスは、ボリビアの女性政治家、同国上院議長、上院副議長、暫定大統領を歴任した。2019年10月に行われた大統領選で再選されたエボモラレス大統領が、不正問題で辞任。同時に副大統領と上院議長も辞任したため、上院副議長であったヘアニネ・アニエスが憲法で、規定する継承順位第1位となり、 上院議長に就任後、同年11月12日に暫定大統領に就任した。2019年12月30日、メキシコとスペインの外交官5人をペルソナノングラータに指定して国外追放とした。メキシコ大使館に逃げ込んだモラレスの側近にスペインの外交官が接近しようとしたことに対する処分。2020年に入りボリビア国内でも 新型コロナウイルスの感染が拡大したため、3月22日には国民に対し2週間にわたり24時間自宅待機することを呼びかけた。また、ウイルス関連では同年5月20日、人工呼吸器の購入をめぐる汚職容疑で保健省を更迭した。7月9日には自らが新型コロナウイルスに感染したことを公表。8月27日に 職務復帰が発表された。当初、大統領選挙の仕切り直しは5月に予定され、アニエスの他前大統領派の野党候補が立候補を予定していた。アニエスに対しては、強権的な政治手法や人工呼吸器の汚職問題に批判が集まっていたが、選挙はコロナウイルスの影響で2度にわたり延期され、後に10月18日の実施となった。 自身の支持率が低迷したことから、モラレス系候補を当選させないよう票の分散を防ぐため、9月17日に大統領選挙への立候補を取りやめると発表した。2020年11月8日にモラレス派のルイス・アルセが大統領に就任したことに伴い、大統領代行を退任。2021年3月13日、2019年のモラレス退陣について、 暫定政権の閣僚らと共に、クーデターに関与した疑いをかけられて逮捕された。8月20日、政府所在地ラパス郊外などで2019年11月に、反政府デモ隊20人が、治安部隊に殺害された事件で、ジェノサイドの罪などで起訴された。21日、アニエスは週監中の刑務所内で、自殺未遂騒ぎを起こした。政府高官は、容体は、 安定していると語った。アニエスの家族は深刻なうつ状態だと主張している。ありがとうございます。